去年ですかね。去年ですよね、飛び湯の前だから。去年でも8月ぐらいには、はい、7月か8月ぐらいにはお話をいただいていて、なんかざっくり平原さんが札幌で何か作品を作るんで一緒に作りませんかっていう、ものすごいざっくりしたことで、あ、ぜひお願いしますっていうこと。私個人的には平原さんの大ファンだったので、なんか演劇とダンスってどうしたら融合できるんだろうっていうようなことをすごい考えた時期があって、自分もダンサーの人たちと共同作業をして2年目ぐらいだった時で、その時に福岡で平原さんの作品を、ソロの作品を見たんですよね、ダンスフリンジフェスティバルで。その時もその言葉がいつの間にか体になってるっていう作品を見て、あ、演劇とダンスとかの違いとか同じとこなんだろうとかじゃなくて、同じじゃん、なんか同じところから、同じ根っこから咲いてるんじゃんってすごい思えて、なんかすごいつながったんですよ、その時バーンって。平原さんの作品を見たら、演劇とダンスっていうのがすごいつながったので、一緒にやりましょうってお話を受けてすごく嬉しかったですね。で、最初に妖怪の話したいねみたいなことを、妖怪いいじゃんっていう話をしてて、で、なんで妖怪がいいのかなっていうのを聞いた時に、その怖いっていうことは何か集中力がいるよね、怖いってお客さんに思ってもらえるものを作るためにはやる側がものすごい集中力がいるよねっていう話をしてて、あ、それはすごい面白いなと思って、ちょうど自分が近代文学、日本の近代文学をやりたいなと思ってたんですよ。仕事でよくヨーロッパの近代文学を演劇にすることはあるんですけど、その近代ってやっぱり文学的にもすごい豊かだった時代、それを海外を見ると自分たちの文化遺産としての文学をコンテンポラリーがやったり、バレエがやったり、演劇がやったりっていうことを毎晩いろんなジャンルのいろんな作品が演出を変えてやられてる、なんかそういう風に日本もなればいいな、自分たちの文化遺産である文学をコンテンポラリーダンスがやったり、バレエがやったり、オペラがやったり、演劇がやったりっていうことがやりたいなと思ってた時期なので、近代文学をやりたい。で、怖い、近代文学の中で一番怖いって言って地獄編だなと思ったので地獄編をやりたいっていうことを言って、で、いくつかの話をつなげましょうって言って、その中で平原さんが藪の中をやりたいっておっしゃってくださったんですよね。で、一つの物事がいろんな視点から見える、視点を変えると物事が違う風に見えるっていうことを、平原さんの作品の中でも何回も出てくるモチーフなので、それはぜひやりましょうっていうことで、あともう一本、近代能楽集をから青井の上っていう作品をやるんですけど、それは三島由紀夫で、自分自身が近代っていう時を通る時に三島由紀夫は絶対に外せないなって思っていたんですよね。一度、やりたい作品ではあったんですよ、近代能楽集が。で、その中で妖怪とかこの世ではないもの、憑依されるものっていうモチーフで青井の上っていうものを、生きるような話を選んで、その3つをじゃあやりましょうっていう話になりました。